中央交渉会とは明治時代に存在した院内会派。一般には中央交渉部という名称で知られているが、これは本部が置かれた建物らに由来する通称であり、当時の議会の資料には中央交渉会と記述されている。大政会を中心とした政府支持の政党、会派に属する95名が結成した。古昇家門、大田稔、津田真道。 井上角五郎、末松県長、笹智房、曽根荒助ら,らが所属する。ところが、中央交渉会の正当化を図る古将、笹、曽根らとこれに反対する。井上、末松らが対立、結成2ヶ月後の6月22日に、古将らが、最後を継ぐ道、品川矢次郎を名手として、国民協会が結成すると、同協会への交流をめぐって、 分裂状態に陥り離脱者が続出する。その一方で、国民協会は独自の院内会派を結成しなかったために、国民協会所属のまま会派だけは、中央交渉会に席を置く議員が存在するなど、複雑な状態となった。後に、国民協会が院内会派、議員クラブを設立すると、ほとんどが移籍してしまい、他の政党、会派に移籍する者も,も出た。 このため、翌年にはわずか11名にまで減少してしまい、路線対立から第四議会終了と同時に残った、全議員が離脱したために自然消滅した。ありがとうございます。